一六が差を詰めている。100キロを超えるスピードで四輪ドリフトしながらガードレールをかすめるなんて、こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎、頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。一つミスしたら絶対死ぬ。あいつの速さの秘密が分かってきたぜ。パワーのない86じゃ一度失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速は一切しない。あいつとバトルした時、いくら逃げてもハイゴレーのようにケツに張り付かれてしまう理由がようやく分かったぜ。トレールとの間隔が中里で20センチから30センチ。どんなにうまい走り屋でも普通そんなもんだ。なのにあの86はバンパーをガードレールに擦りつけるようにして最短距離を抜けていく。桁違いだぜ。なんであんな正確なドリフトコントロールができるんだよ。ABS を効かせながら高重量にステアリング操作を続けてきたからな。フロントタイヤにかかる負担が考えていたよりはるかにでかい。厳しくなってきやがったぜ。この先の5連続ヘアピン。え？お前があの86に抜かれたところ、あそこがキーポイントになる。32対86のバトルがこんないい勝負になるとはな。まさに限界バトルだ。勝つのはどっちだ。5連ヘアピン、スキルオンが聞こえるぞ。